昼じゃなくて夜になるとこんなに賑やかなの。あ、そうか、夜だからなんですね。あ、そういうことですね。これで一つも笑い起きなかったらどうしましょう。どうしよう。シーン。いやな、夜だね。いつも人数が少ないから気がつかないだけで。いや本当だね。シーン。おやって。おやおやおや。へこむねそれ。結構なダメージ受けるね。いいよこっちいいよ。じゃあ大丈夫ですか。もらうこと大丈夫ですか。はい。はい。はい。では収録、はい、じゃあ収録いきます。では行きます。5秒前、4、3。正直、焦りはありますか？こんばんは、大栗あさみです。高橋です。焦ってます。ジューンブライド。あ、ジューンブライド。6月5日。はい。向こう。あ、ゆりさん。向こう。向こう候補いますか？え、ちょっと。これかければ何でも聞いていいですどういうことこれ。失礼、大きくなってますけれども、今何歳ですか。28、まもなく29ですね。ですね。大丈夫ですか。余計なお世話承知。分かってます、分かってます。私はね、魚の食べ方がとにかく綺麗な人がいいんだよね。なるほど、うん、人となりが出ていると思うんだよね。大栗ちゃんってどうやって食べる。尻尾からいきます。あ、慎重派だと思います。ちょっと待ってください。そういうのが分かるんですか。頭から行く人は結構豪快な人だと思うんだ。ほう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 。一番私が許せない人は、魚の身の中央部分から箸をつけるんだけど。でもそこ一番美味しいですよね、魚。そこ一番美味しいんだけど、はい、周りをないがしろにする人。後から食べてるからそんな変わらないね。ダメだね。頭から食べると豪快なタイプ、うん、尻尾から食べると慎重派、うんうん、真ん中から食べるとフィーリングだね、多分。ノリで食べてる。どのタイプが一番いいんですか。私はでもなんだかんだ言ってフィーリングかもしれないね。あれ、一番なんかダメみたいな言い方してませんでした。本当に大丈夫ですか、そんな見方で。だから今ちょっと。だからだね、多分。だからじゃないですか。だからかな。ちょっと見極め方変えた方がいいかもしれない。そうかな。ちなみに好きな顔のタイプ。あ、でも私は、はい、結構メガネをかけている人が好きですね。うん、こうメガネをかけている人って、はい、なんか博士みたいな。ちょっと待ってゆりさん、先入観が強すぎる。何事もちょっとこれは危険信号かもしれない。極端かもしれませんね。博士、はいはいはい、うん、知的な感じということですか。そうですね、結構いろいろなものに興味を持って、うん、こういろいろなものを知りたいっていう、うん、それ多分感じの視力がちょっと低下してしまったがためにかけたメガネかもしれないけれども、うん、まあ、そこは今後その魚の食べ方とかね、うん、ええ、あ、そういうとこ第2ラウンドに、ね、第2ラウンドに行くという。え、おくりちゃんはどの部分で。あ、どんな顔の人が。あ、顔のタイプですか、うん、私はひげを生やしているようなワイルドタイプではなく、うん、つるんとした顔立ちのマイルドタイプが好きです。はあ、マイルド。ワイルドではなくマイルド。マイルド。はあ、うん、これは電波を使って喋ったらちょっといろいろな視聴者センターにちょっと来るかもしれないのでちょっとここカットしていただきたいんですけど。でも言うんですね、はい、うん、ちょっとワイルドな方からさ、ちょっとお叱りを受けるかもしれないので、はい、ちょっと声を大にしては言えないんだけど、うん、しっかりマイク声拾いますけど大丈夫ですね。ちっちゃい声で大丈夫です、うん、はい、多分ね、女性的な顔をした人の方が結婚はうまくいくんだって、うんうん。え、そうなんですか。そう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 。っていうのもさ、いや私さ、大学で恋愛学っていう、はい、もう見るから、ものすごい教科を習ってらましたね。早稲田大学の恋愛学って、はい、そう、結構ね、あのマスコミでも取り上げられて、ええ、取材に来ていた時もあったぐらい、はい、割とね知られているそう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 講座だったんだけど、はい、そこで中性的な顔立ちの人の方が、うん、が結婚には向いているって教授はおっしゃっていました。私の意見ではありません。あ、そうそう、今責任転嫁しましたけれども。え、それは根拠とかってあるんですか。根拠はね、あのね、うん、やっぱりその女性ホルモンが多いだったかな、うん、ちょっとごめんなさい、あんまり適当なこと言えないので、ちょっと流れで話す番組じゃんこれ。まあ、そうですね。まさかこんな話をすると番組にも責任なすりつけましたね今。悪くなかったので。悪くないです、ゆりさん自体は悪くない。ちゃんと裏は取れていません、うん、この情報。わかりました、わかりました、うん、女性ホルモンが
そうなんか高まっている。だから多い人の方がどちらかというと家庭的。目の前の男性いいなと思ったら、うん、まずね手を見なさいと。人差し指と薬指キーワードになるんだって。家庭的な人を選びたい場合は人差し指が薬指よりも長い人、うん、いいなって思った瞬間にどうぞ水って言ってこう長さがね。指の長さの方が魚の食べ方うんぬんよりかは効率いいかもしれません。そうかな、うんね、でもそこ見てる場合じゃないのかもしれないけどね。ガッチャンコ HBC。 開けてるよ。はい、じゃあ前4、3。せっかくですからゆりさんの好きな男性のタイプ、はい、書きます。私ね柴犬がすごく好きなの。柴犬みたいな現実逃避しないでくださいね、うん、そうだね。どこか朴訥だけど芯があるみたいな。あ、それで余計分かんなくなりましたけど。ゆりさんの好きなタイプの男性の顔発表します、はい、こちらです。上手に食べてね。以上です。この後は映画ハンガーゲーム見てください。たまには普通に終わるのもいいですね。この落差。落差って言わないでくださいよ。太陽でこれ物足りないね。ガクッて。